皆さんこんにちは。バレートレーニングディレクターの猪野圭司です。街頭演説また行ってきました。最初は晴れ塾で失敗をし、そして新国立劇場でやろうと思ったら劇場までの距離が遠すぎて誰も見てもらえなかったというところからですね、今日はチャコット行ってきました。渋谷のですね、チャコットカルチャースタジオの前のあのでっかいあれですね、多分本店のビルの前の道路、隣にアップルストアとかありますけど、あそこのところで街頭演説をしてきました。要はバレエに今こう興味がねある人がやっぱ最初はいないと反応もないじゃないですか。なのでどこにバレエがこう関わる人とかが集まるのかなって考えた時に、チャゴとかとバレエ用品店かとというところでですね、あのバレエ用品店の前でですね街頭演説をしてきました。いやー疲れました。30分ぐらいは喋ってたんですけど、いやなかなか疲れましたが、今までの失敗を考えると多少は反応がございました。いやそもそも人通りが少ないんで、そんなにこう頻繁にねチャコの中に入っていくわけでもないし、チャコとか出てくるわけでもないので、なんすかね、体感的には5分に1人みたいなぐらいこう人がこう入っていくんですけど、まあ、前に人通りはねそちょこちょこあるんですけど、きっとバレエは興味ないなっていう人だろうしというところでやってたんですけれども、ちょっとねあのなんだみたいなね、あのバジルの格好してるのもあって、あなんだみたいな感じで見ていただいて、で初めてですね、あの一人の方にちょっと話しかけられたりもしましたが、まだ反応あったかなっていう。で最後の30分の方、なんか店内 の店員の人が何あれみたいな感じで見てきて、何あれみたいな感じで見てきたんで、あのちょっとはね注目されたかなと。もちろんあの違法じゃないですかね、これは。あの街頭であくまでやってますので、あのもちろんちゃんと中に入って店内とかに入っていったら当然あの不法侵入とされてしまうわけですけれども、街頭であくまで演説して、そのところの前、その前にたまたまチャコットがあったというところなんで大丈夫です。あの選挙活動中は大丈夫です。まあ、ということでですね、多少は良かったんだなと。これでもうちょっとその人通りが多い時間帯っていうというか曜日ですねっていうのが狙えれば、まだありかなっていうぐらいの感触はありました。まあ、だからってね、まあ、これで票が伸びるかというとかなり怪しいんですけど、言うてもそのバレエの用品店に来る人は女性が多いわけですよ。でそうすると今日あった変なことみたいなことで、そういえばチャコットの前で変なやつがこう話しててねみたいな、なんかバレエがなんかこうするって言ってた、なんか選挙出るとか言ってたみたいなことが少しでもですね噂になってくれるとですね、またちょっとずつこう認知がされていって、で本当に興味をねこう持ってくれた人が一人でも応援をしてくれるならばいいかなっていうところで、今日まだ良かったかなと思いました。はい、ありがとうございます。ではそんな感じで、この後にですね演説の内容を流しますけども、基本的には言ってることは同じなんで、もう見た方は、はい、飛ばしていただいても大丈夫です。はい、ということでですね、こんな感じでちょっとまた行ってまいりました。この手で行きますかね。とりあえずチャコットの前に行くという感じで、別にねお店に注意されても特に問題はないので、法律的に何かこういけないことをしているわけではないので、なんで大丈夫でしょうということで、ちょっとこの手で演説をしばらく、ちょうど渋谷にありますし、していこうかなと思います。はい、ということで、バレエ業界を
ぶっ壊す。そして皆さん幸せなハッピーバレーナイト。皆さんこんにちは、バレエ大好き党の伊野平次と申します。バレエ大好き党、その名の通り踊りのクラシックバレエを、世界に広めていく、文化芸術を守るというところを目標に、活動をしている団体でございます。今回は衆議院選挙総選挙というところで東京7区からバレエ大好き党として、立候補しております伊野平次と申します。私には夢があります。バレエダンサーがその踊るという活動によってその収入をきちんと得られるという世界を見ることです。そして日本のバレエ芸術というものをしっかりと世界に発信して、その、日本の芸術って素晴らしいよねというところを、世界に認めてもらうような世界を作っていくことが私の夢でございます。そのためには、バレエダンサーの、収入活動費をしっかりと上げていき、その活動を国としてサポートしていくことが非常に重要なのではないかと考え、この政党を立ち上げました。私はバレエトレーナーというものをしておりまして、バレエの人たちが、困る体の使い方とか、ある動きをすると痛みが出るとか、そういうものを解決していくようなトレーニング、筋力トレーニングとか、体の使い方、そういうものを、今まで指導してきました。その指導をしていく中で、初めは自分が怪我をして踊りを諦めてしまったという経験からですね、自分のような思いは誰にももうしてほしくないと、そういう思いから、体を作って踊っていくことの大切さをですね、いろいろ発信してはいたんですけれども、その発信をしていく中で、もう一つの問題が、表面化してきてしまいました。それはですね、仮にしっかりと怪我をしにくい体を作ったとしても、今の日本のバレエの状況では、そもそもが食べていけないと、バレエダンサーというものが職業として成り立っていないという現実を、目の当たりにしたからなんです。と言いますのも、今日本のバレエダンサーの収入というのは大体ですね、中央値で100万円以下、 52% がですね、100万円以下という年収になっているんです。インターネットなどで調べると、その年収の平均値はバレエダンサーは300万円というふうには出るんですけれども、その300万円っていう値段というのはあくまでも平均値であって、稼げない人も稼げる人も全てを含めて、300万円、つまり、1億円稼いでるような人が1人入ってしまうとですね、その平均値というのは大きく上がってしまうんです。なので実際に多くの人間がどれぐらい食べていけないのかというのを調べるには、その真ん中の中央値っていうのが大切になるんですけれども、一番稼いでる人と一番稼いでない人、その真ん中の値はどのぐらいかというのを見てみると、その年収が100万円以下ということになってしまっているんです。100万円以下という年収はですね、生活保護費にも劣ってしまう年収ですので、その中でやはり生活していくにはなかなか厳しいものがあります。で本来、生活保護費というところであれば、その生活保護費でもらえるのが大体12万円とかなんですけれども、その12万円であれば年間144万円がもらえるわけです。なのでもし生活保護をして、もらいながらその活動を働くということをしている人は、その年収が生活保護費に届かない場合、その補填分のお金、例えば100万円稼ぎましたとなったら、その44万円がですね、国から支給されるような形で補助があるんですけれども、バレエダンサーというのはそういうものがありません。基本的には非常に健康な、体的には健康な人たちが活動しておりますので、収入がある仕事に就いてくださいというような、ことを当然言われてしまうわけなので、生活保護費というのは、バレエダンサーは当然もらうことができないわけなんです。なのでその年収が100万円以下だったとしても、例えば、親からの仕送りや、とかアルバイトなどを重ねてなんとか補填して、で当初代も、
収入、その収入では、買えなかったりするレベルをなんとか補填してですね、文化の最高峰を、作っていくというのが、今のバレエダンサーの現状なんです。で、海外のバレエになりますと、その現状はちょっと違いまして、基本的にはその、選べばなんですけれども、コールドバレエに入ればとりあえずは生きていけるというレベルの収入はもらえることが多いです。なので、私は少なくとも日本のバレエ団もそのレベルに行かないと、経済的な理由である一定の年齢になってようやくバレエというものが、その人にとって、人生とその経験と重なり合い、表現がですね、熟成されて芸術家として非常にレベルの高いものになっていくというところでバレエをやめてしまうことになると。で、ある一定のところからバレエダンサー、バレエ業界のレベルが上がっていかないわけなんです。で、なんでそんなレベルなのに、次から次へとこう、バレエ団が潰れずに生きていけるのかというと、それでも下から上がってくる人たち、バレエダンサーになりたい、バレリーナになりたいという人たちが、次々と下から上がってくるので、その結果としてですね、バレエ団はですね、ダンサーを なかなか存在に扱ったとしても、その、存在をですね、保っていけるわけなんです。その証拠にですね、なかなか、厳しい話なんですけども、ダンピというものがバレエの世界にはありまして、バレエ団のダンピというのはですね、普通1年、1万円から3万円ほどのダンピを月々に支払わないと、そのバレエ団に居続けることができないと。そういうところから、非常にダンサーの、生活というものを圧迫しているわけなんでございます。あ、バレエ大好き党の宇野と申します。衆議院選挙、7区で立候補しておりますので、もしよろしかったら応援よろしくお願いします。バレエダンサーの地位向上のために、活動しておりますので、よろしければご協力をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでですね、バレエダンサーのその地位をしっかりと、せめて収入というものが、バレエダンサーの収入が、生きていけるというレベルになるように、こんな活動をしております。ありがとうございます。今バレエ団で、なんとか生きていけるレベルにあるのは新国立バレエ団ぐらいですので、他のバレエ団はなかなか、厳しいものとなっております。なぜ、新国立バレエ団が、バレエダンサーが生きていけるレベルに達しているのかと言いますと、新国立バレエはですね、税金が使われながらその運営をしております。それが悪いと言ってるわけじゃないんです。むしろそれを、もっと広めていきたいと思ってこの活動をしております。なので、新国立バレエはですね、日当が出ます。他のバレエ団からすると信じられないっていうところなんですけど、新国立バレエは日当が出るんですね。レッスンに行くと、そのレッスンに受けたというところで日当が出るわけなんです。他のバレエ団はむしろ逆です。レッスンに行くのにお金を払わないとバレエ団のレッスンができないと、それがダンピというところで徴収されていたりもするんですけれども、ただでさえ年収100万円以下が 半分以上という世界の中で、年間最大36万円というのはなかなか厳しい値段ですよね。どっかのプラチナカードを会員する年会費よりもよっぽど高いというお金になっておりますので、これはバレエダンサーのその収入を圧迫する一つの原因となっております。なので、私はそこら辺を国からのお金で、そのバレエ団のダンピなどをしっかりと撤廃しですね、バレエダンサーの収入を少しでも底上げするような活動をしていきたいと考えております。バレエダンサーというのはこんな感じで、非常に厳しい中で、生活をしております。チケットノルマとかいうのもありまして、チケットノルマというのはですね、当然公演が
バレエの公演などがあるわけなんですけれども、そのバレエの公演をするというところで、そのチケットをですね、ダンサー自身に売らせるというシステムです。なんでそのダンサー自身に売らせるかと言いますと、つまりはバレエ団の方にですね、チケットを売る能力がないゆえに、そのバレエダンサーにチケットノルマというものを課して、そのチケットを買い取らせて、頑張って売ってきてねというところ、ダンピなんかを取られているのにさらにチケットを売れというところを言われてしまうんです。そのチケットノルマはなかなかえげつないものがありまして、そのチケットノルマはだいたいですね、安くても10万円で、主役などをもらえばもらうほどそのチケットノルマの値段というのは上がってくる傾向がありまして、ひどいところになるとですね、そのチケットノルマで主役をもらってしまうと120万円分ものチケットを売らないと買い取りを強要されるという非常に恐ろしいシステム。なのでそのバレエダンサーだけではなく、そのバレエダンサーのお母さんとかお父さんとか兄弟とかがですね、手分けをして売っていかないと、そのバレエ団のチケットノルマにも達しないと。でその上で、まあ、出演料という形がもらえるんですけれども、チケットをそれだけ売ってバレエ団に貢献したにもかかわらず、もし前日に捻挫をしてその公演に出られなければ、その収入、その出演料というのはゼロにされてしまうんです。もちろん出た分というものはもらえるところは多いんですけれども、出れなかった分は当然ゼロというところにされてしまうんです。なので私の理想としては、その出演料という形でダンサーに支払うのではなく、リハーサルフィーという形でしっかりリハーサルに来て、その公演活動というものを、作り上げる努力をした場合はですね、新国立バレエの日東のようにきちんとお金を払うシステムがないと、日本のバレエのレベルというのはやはり上がっていかないのではないかと感じています。で言うなれば、そのためにはお金がないということに結局は帰結するわけなので、そのお金というものをきちんと国というものから出していかなければ、このバレエの世界というのはやはり変わっていかないんじゃないのかなと私は考えております。なのでこのバレエの世界をしっかりといいものにしていくためにですね、この、バレエ大好き党、バレエの、発展のために今、衆議院選挙を、戦っております。なかなかこの生産性というものを、価値基準にされてしまうことでですね、なかなかこの、芸術というものは軽視されがちなところがあるんですけれども、それでもですね、エンターテインメントの世界などはこのクラシック音楽、クラシックバレエとかそういう踊りのその基礎の芸術のものを持って発展してきているわけなので、皆さんの生活の彩りを与えるためところでもですね、一見役に立たないようで非常に大きなですね、部分を担っているんでございます。なんで私はですね、このバレエ、芸術というものをしっかり美しいものを美しいと言える、こんな度量を持つ国、世界を作っていきたいと考えております。今はなかなか、このコロナで厳しくはありますけれども、その、バレエというところを、皆さんとですね、一緒に、作って芸術というものを発展そして守っていきたいと、この活動をしております。もしですね、この考え方、バレエもしくは芸術というものを、守ってしかお金を出していくっていうところを、賛同していただけるならばですね、ぜひ、応援の方をよろしくお願いします。もちろんですね、皆さんにお金を出していくというわけではいただくというわけではございませんので、この国からお金をいかに、引っ張ってその予算を作っていくか、その活動のためには、このように多くの人々に私たちが何をしているのかを、知っていただくことがまず第一歩でございますので、ぜひですね、その応援よろしくお願いいたします。今衆議院選挙、東京長野7区から出馬しております伊野圭司でございます。バレエ大好き党というところで活動をしております。ぜひ応援の方よろしくお願いします。本日はありがとうございました。